っと近くに来て、私のこと温めてほしい。お願い。話せ、ママ。雪平、料亭さんから。あれ、二口目いっちゃうの？一口だけって聞いた気がするけど。何か文句ありますか？冗談だってば、ゆっくり食いな。この方をどなたと心得る？誰なの？中等部首席生徒にして学園の最高意思決定機関東月十傑評議会の史上最年少メンバー、ナキリエリナ様だ。おお、こりゃなかなかの技者ですね。うろうろするな。ほんと壮絶なまずさだったわ。だろ。でもゲソピーの方がまずいな。いや、煮干しジャムの方がまずい。ゲソピーの方がまずい。ああ、この親にしてこの子はありか。俺の方がまずい。そんな大した店じゃねえよ、下町にある定食屋なんだけどさ。低俗な庶民がこの僕と並んで座るな。ペロリ。雪平で食ったこともねえくせに、うちの格を決めんじゃねえ。おっちゃペロリ。一体どんな手の込んだ料理を？ふりかけご飯。ペロリ。うまいかまずいか言ってみな。ペロリ。じゃあ手短に、二言三言だけ。ペロリ。客の前に立ったこともない連中に負けるつもりはないっす。まあ何が言いたいかというと、要するに入ったからにはてっぺん取るんで。3年間よろしくお願いします。ペロリ。俺の新作料理食わねえか？あ、いいの？食べてみたい。はい。え、スルメの蜂蜜漬けだよ。ペロリ。ゲソのピーナッツバター和えもあるけど、どう？他にもいろいろ。ペロリ。それで誘うと田所ちゃんなんて毎回来てくれるしね。だって田所ちゃん、もう寝たのかい？こっちは楽しんでるよ。まあ僕一人なんだけど、素敵な料理がいっぱいだよ。まだ起きてたらおいでね。